小鳥の森キャンプ場に着きましたが、管理人さんがいない。カラスしかいない。
にちは。すいません、勝手にやらせてもらってます。寒いで。寒いっすね。おどうすか最近は。最近は忙しいですか。まあまあこの前から休みはね、ずっとお客さんあったり。あ、ほんまですか。休みって言っても土曜日曜中かね。土曜日曜。へー。あの YouTube 見て来た人がいたって言ってましたね。YouTube 見てね、はい、ああ3組かよ、そこらは来た、聞いたことは聞いたよ、YouTube 見たから来たんですって。ありがたいことですよ。いえ、それはこの辺の人ですか、もっと遠い。いやいや、遠い人もおるよ。それはあのこの前も福岡の方からね、遊びに方々回るんでね、はいはいはい、寄ってくれたりね。それは嬉しいですね。でもこの前からあれね、はい、夜ね、焚き火したりなんだりね、はい、ランタンをつけたりするじゃない。はいはいはい。だんだん寒くなってね、はい、そのランタンやら焚き火がね、ずっと上から見たらね、なかなかいい、あの眺めちった。あ、一番上から見たらですか。うん、違う、歩いて、まあ、向こうずっと見たらね、はあはあ、ここでこういうところでやるよるじゃない。はいはいはい。あれがなかなかいい雰囲気がある。あ、ね、それは週末来んじゃいけんですね。じゃあだから何人もね、おらんと面白ないけどね。あ、ちょっとですね、管理人さんに本を借りてきました。ダッチオーブン大辞典、アウトドアクッキング、今日から始めるダッチオーブンと、いろんなね料理が載ってるので、これをね夜ね見ながらちょっと勉強したりとかしたいなと思います。これね、これもらったんじゃない。あ、そうなんですか。まだあとちょっと大きめなのは、あと2つある。ちょっとこの辺を置かせてもらっていいですか。もういい。これこうやって。これがあれば、また違う。これこぼれた時ね、焼けるけ。ああ、そうですよね、芝が。うんうん。じゃこれでちょっと一回。それをもらって。で、これを。よいしょ。こうやって、これバチバチ。うわあ、すげえ。適当に持ってくるけ。あ、すいません。管理人さんからですね、焚き火台をお借りしました。手作りなのかな、多分このね下の台が手作りで、上は鍋でなんかもらったという話でした。で、おそらくはこれにこの鍋で合わせて作ったんでしょうね。うわ、寒い。今日はあのすごい不覚な話なんですけども、上着を忘れまして。まさかね、上着を忘れると思わなかった。一番大事なものを忘れてたんですが、上着を忘れたので、このね電気毛布とこのマントみたいなやつですね、これで、まあ、しのごうかなと思います。これがあるだけでね、結構違いますよ。おじゃま、はい、じゃあちょっと早く燃やしてもいいよ、寒いで。わかりました。ありがとうございます。
だいぶ飲んじゃった。今ワイン1本飲みました。あ、全部飲んだ。全部飲みました。おー1本全部開けた。もうあとは焚き火して寝るだけなんで。これちなみにあの下の台って自分で溶接して作ったんですか。自分で作った。へえ。この穴に鍋1回あれに合わせてね。ああ、やっぱそうですよね。はまり、はまるようにと思って。ぴったりですよね。なんか最近あれですよ、あの今こういうテーブルあるじゃないですか、これってもうあのただかましてあるだけなんですよ。でこれをこういうなんか鉄で作るのが結構流行ってるんですよ。見たことある。だからね、現場行って組み立てるような感じで、ね、板を差し込むような感じで、差し込むだけだからね。今度作ってみようかなと思って見るには見たんだよ。いやでも丸もだけ買って、でも作ったら多分あれですよ、結構いい値段で売れますよ。いや本当に YouTube 載せたってよ今度。いやいやいや、まあ、あの作ったらもう、あの、あ、じゃあ作るとき教えてくださいよ、僕取りに行くんで。いやいやいや、こうやって作りますって。いやいや、それはまだまだ。いや、そういうあの技術が僕はないんで、できるつはちょっと羨ましいですけど。言うほどではないけどあれね。いや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 。こういう感じでなんか焚き火台があって、はい、こういう感じでねやるのを見たからね。あ、まあ、これ捨てるのはもったいないし、ちょっと自分で作ってみようかな。あ何人か何回か貸したことあるこれ。お客さんに。ああ、ここまででっかい焚き火台ってなかなかないですよね。だから持ってない人にはね、はい、貸しますよ言ってたら、貸し出しで無料で。これやったら多分あれでしょうね、あの焚き火の楽しさが分かる気がしますよ。本当結構でまた よく燃えるんじゃろう。よう燃えますよ、燃えます。またやりましょうって話をしてて、だからもしかしたらまた日曜とかに近々お邪魔するかもしれないんですけど、まあだから今月来月ぐらいで12月入ってね、12月になるかもしれないですけどね、あの人がもう冬しかやらない人なんで。おお、そうですか。はい、あの人はいい装備持ってるからね。持ってますね。ストーブも灯油のストーブも持ってる、ね、ああこれはグランピングでねえ、いろいろ対策しとるから冬でもやるだろう。僕全然持ってないですからね、ストーブとか。ボジボジ、はい、あの帰ろうかなという。あ、わかりました。ゆっくり、はい、温めて、また明日の朝に。また明日の朝に。はい、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。風邪いかれんような。はい、ありがとうございます。そういうことでですね、今日は寝袋はタラコちゃん、あとはカチュラ、これと、電気毛布、それとですね、管理人さんのご厚意で焚き火、これをね、させてもらいながら、過ごしました。寒い。さすがにね、パーカー1枚で来たのはね、自殺行為でしたね。今テントの中に、ね、入ってきたんですけれども、テントの中に入ってきて電気毛布をねつけましたんで、まあもうちょっとしたら暖かくなってくるでしょう。昼間がね暖かいんでついつい上着を忘れてしまいましたけども、もうね上着がないと無理ですこれは。で今いるところ山口県山口市、これがですね、結構ね寒いとこなんですよ。寒いとこなのでまあ余計にね寒かったです。ということでね、漫画を読みながら今夜は過ごしたいと思います。それでは